IB ーリーグとはアメリカ合衆国北東部にある八つの私立大学の総称米国の政財界、学会、放送会をリードする卒業生を数多く輩出しており、米国社会では伝統的に東海岸の裕福な私立エリート校グループと捉えられている。厚生大学はブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大学、 ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、イエール大学。いずれも各種ランキングで全米トップクラスに位置する難関校とみなされている。IB ーリーグの名称はこれら8校で構成するカレッジスポーツ連盟の名称としても用いられる。また、かつては8校すべてが男子のみ入学を許可していたため、女子大学でこれに相当するものとして、 セブンシスターズの枠組みも作られた。名称の由来は諸説あるが、一般にこれらの大学の多くにツタをはわせた古いレンガ作りの校舎が立ち並ぶことにちなむと理解されている。IB リーグを構成する8校のうち、コーネル大学を除く7校は独立戦争前に創立されており、早くから植民地での高等教育において中心的な位置を占めていた。 1900年頃からこれらの大学のスポーツチームが対戦を繰り返して全米の注目を集めるようになり、この8校のチーム群を指して IB リーグという表現が用いられるようになった。当時はコーネル大学を除いて全て男子校だった上、ほとんどの学生は白人、プロテスタントで独立戦争前からアメリカ合衆国に住んでいた裕福な家庭の出身だった。 そうした学生のイメージから、IB リーグという言葉は、次第にスポーツリーグの呼び名から発展して、白人のエリート層を指すことして使われるようになった。第二次世界大戦後、IB リーグの各校は多様な学生に門戸を広げる方向へ舵を切った。1960年代頃までに多くが教学化を果たしており、様々な人種の学生が入学できる、要制度改革が進んだ。 共学に移行する前は、各大学はそれぞれセブンシスターズと呼ばれる、名門女子大学軍の学生と交流を持っていた。セブンシスターズ校の内バッサー大学は共学科、ラドクリフ大学はハーバード大学と統合され、バーナード大学もコロンビア大学と提携して運営されている。あとの4校は現在でも女子大学である。IB リーグを構成する8校はべて、 US ニュース＆ワールドレポート誌が毎年発行する国内大学ランキングで常に15位以内に位置しており、いずれの学校も入学は米国で最難関のグループである。入学に際しては、SAT などの統一入学試験で高得点を取るのに、加えて高校の成績も優秀であることが要求されるが、IB リーグ発行は学力だけでなく学生の全体像を評価する。 ホリスティック入試を行っている。このホリスティック入試では、高校時代の運動、芸術面での優れた業績、ボランティア活動や地域への貢献が重視されるほか、貧困層家庭であるとか、親が大卒ではなく家族の中で、初めて大学に進学する、ファーストジェネレーションと呼ばれる生徒であるといった条件も考慮される。また、 積極的差別是正措置と呼ばれる措置によって黒人やヒスパニックなどマイノリティ人種であることが考慮される場合もある。一方で親や親戚にその大学の卒業生がいるものはレガシーと呼ばれて有利になると考えられており、実際にハーバード大学ではレガシーの合格率は一般志願者の5倍の30%近くにもなる。 各校とも年間の学費が5万ドル近くかかることから一般家庭出身の学生が入学できないという批判がかつて行われていた。しかし現在では8大学すべてが入学前に保護者や本人の経済状況を確認しない制度を導入しているほか合格者には家庭の負担能力に応じて奨学金を出しており40から70%の学生が 大学から奨学金を得ている。その上、IB リーグ発行は国内の他大学に比べて財政状態が安定しているため多くの場合、奨学金支出の基準も極めて緩やかに設定されている。例えばアメリカの平均世帯所得が約5万ドルであるのに対して、ハーバード大学では6万5000ドルを低所得の基準としていて、 これ以下の世帯所得の学生の大学生活にかかる費用は授業料、生活費も含めて大学側が全額をカバーしている。大学間の学生獲得競争はかなり激しい。各校ともこれまで IB リーグに生徒を送ったことのない高校にも積極的にリクルーターを送り込んで優秀な学生の発掘を行っているほか低所得者層の多い地区で 奨学金制度の説明に努めたり、最近では中国やシンガポール、インドなどで大規模な説明会を繰り返して優秀な留学生を呼び込もうとしている。獲得競争が激化する中、2002年にはプリンストン大学の入試担当職員がイエール大学の入学選抜ウェブサイトから平願者の情報を盗み見る事件が起き、プリンストン大学の入学事務室長が辞職する。 事態に発展している。大学側は低所得層出身の学生を入学させる試みを様々に行っているが、結果として在学生は、富裕な家庭出身に偏っているのが実情である。ハーバード大学では、学部生の約半分は世帯所得が20万ドル以上の家庭の子供とされる。ほか、ペンシルベニア大学では三割近くの新入生が、親の所得が十五万ドル。 イエール大学では7割近くの学部生が12万ドル以上の世帯所得の家庭出身である。卒業率はいずれも高い。アメリカの大学は入学は容易だが、卒業は厳しいと言われることが多く、実際に全米平均の卒業率は50から60%程度に過ぎないのに対して、IB リーグの発行は全て卒業率が95%を超えている。 これらの大学が浮遊な財政基盤を背景に学生指導や生活相談に手厚い体制をとっていることが背景にあるとも指摘される。アメリカでは政財界のリーダーの半数がわずか12校の名門大学卒業生で占められているが、うち8校が IB リーグである。また卒業後の平均所得も概ね高い水準にあり、特にハーバード大学やコロンビア大学、 プリンストン大学では平均の初任給が9万5千ドルとアメリカの平均世帯所得の2倍近くに達している。IB ーリーグの各校はアメリカ合衆国に大学間でスポーツが競われるようになった頃から各種の競技でライバル関係を築いてきた。1852年、ハーバード大学とイエール大学のボート部はニューハンプシャー州のウィニペソーキー湖で対戦した。 この対戦はアメリカ合衆国史上初となる大学間のスポーツの試合であった。伝統的にはイエール大学は陸軍士官学校とラトガース大学はプリンストン大学やコロンビア大学と現在に至るまで続いているライバル関係がありフットボール以外のスポーツで競っている。こうした経緯から IB ーリーグには古くから名文化、名言されていない 大学間の協定が存在していたが、正式にスポーツリーグが結成されたのは第二次大戦後である。1866年のイェール大学学生1945年、発行の学長は初めて IB グループ協定に調印した。これは各大学のフットボールチームに関して、学業、学費援助、競技運営などすべての面における統一基準を取り決めたものだった。 この協定は優秀なスポーツ選手の獲得競争が加熱しすぎないように取り決めている。協定には次のような条項がある。本協定の加盟校は運動奨学金の禁止を再確認する。選手はあくまでも学生として入学を許可し、奨学金は他の学生と同様に学業成績と経済的必要性のみを考慮して給付しなければならない。 1954年、IB グループ協定はすべてのスポーツに拡大適用された。一般的には、この年を IB リーグ誕生の年としている。IB リーグとしての大学間競技が始まったのは1956年であった。第二次世界大戦前から東京を6、大学野球連盟とスポーツ試合があり、その延長で、学術的交流が存在していた。 現在は、出雲全日本大学選抜駅伝競争に出場するなど、東京六大学野球連盟以外のスポーツ交流も深まっている。ポロシャツとジャケットを組み合わせたポール・ニューマンのファッションは、模範的な IB スタイルとして人気を集めた。IB リーグに通う学生たちのブレザースタイルを中心とした着こなしは、IB ルック、または IB スタイルと呼ばれ、 米国発のファッションとして一つのスタンダードとなっている。原型はイギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学に通う貴族指定のファッションとされ、オックスフォードシャツとネイビーブレザーにアスコットタイといった組み合わせが1920年頃から定着した。1950年代以降は映画の中でポール・ニューマンなどのハリウッド俳優が着用した。 血のパンとポロシャツにスポーツジャケットを組み合わせたファッションが若者の間で注目を集めるようになった。また、ハーバード大学を卒業間もない j 会ケネディらのブレザースタイルが雑誌などで経済的な余裕と健康な若々しさを兼ね備えたファッションと繰り返し紹介されたことも I.B. スタイルが人気を集めるきっかけになったとされる。こうした人気を背景に J. プレスや ブルックスブラザースといったブランドがアイビーリーグに通う学生のスタイルを真似たファッションを大々的に販売するようになり、1950年代半ばから本格的にアメリカ社会に定着した。リーグ公式サイト各大学の公式サイトアルファベット順各大学の公式応援歌アルファベット順。ありがとうございます。